つぼゆうすけさん、ラララダムドさん、コータンさん、デブニアさん、せやくてバランさん、ももさん、ザンタクさん、トシヤさん、天使のぬぐさん、キョンシーさん、マサヒロさん、ありがとう。清盛さん、ありがとう。お肌ツヤツヤ、ね、なんかさ、なんかそう、新しいなんかね、何化粧品じゃなくてさ、スキンケア用品を昨日使ったんですよ。そしたらなんかめっちゃツヤツヤだった。おはよう。ツヤツヤになった。おはようございます。スヒロさん、マサヒロさん、 Thank you。 確かに牛年、肉の日、確かに。今日地域会のために会社お休み取りました。お、じゃあゆっくりできますね。はいよ。ゆっくり配信を待っててください。この前の服の日っていつだったっけ？あれ？この前服の日なかったっけ？もしや毎年恒例の服の日から1年？まさひろさん、大阪のひろしだよさん、リサイズハートさん、ありがとう。おやじいさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。おやじいさん、おめでとう。よっ、おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ナイスです。はいよ。眠りすぎてちょっと顔がむくんでる。そう、はいよ。顔がむくむく、はいよ。さひろさん、デビニアさん、ありがとう。おはよう。
サングラスで着たりするんですか。そうなのかな。唇がぷいぷいぷっくりか。ほんと。うん、煎じ肉って美味しいですか。でも癖がある気がする。ちょっと煎じ柄わかんない。乾燥したやつをいつも何が煎じ肉なのかわからんけど、自分のちゃんとした定義というか。でも自分は普通に好きです。はいよ。あもじさんありがとう。今日持久走だから力もらいに来ました。わあ。Thank you。 Thank you じゃない。頑張って。マッサージしなきゃ顔の。大月上島のカズさん、マサヒロさん、ネブニオさんありがとう。ユウくんさんありがとう。ね、今日は在宅勤務なので最後までありがとう。これでも的な。おんぶはないかな。どうでしょう。ありがとうございます。一番今まで食べた中で一番おいしいと思ったお肉は何やろ。でもおいしいお肉ってさ、なんかちっちゃく切られてるイメージ。キョンシーさん、リョウスケさん、ありがとう。どこで食べてたろ。ふふふ。はい、飲み屋さん。どのお金で食べるのに。元気。スランプくんさん、まさひろさん、ありがとう。元気ですね、カラスさん。元気。今日めっちゃ入りたがり。はよはよ。朝なのに早起きですね。トントンってわけわからんわね。鬼滅の影響でカラスを嫌わなくなった。おお、すご効果。
よ。もともとね、ランボルギーニの時にミチがハンドル操作してるのオリジナルリツケ？オリジナル？ジェラードンさんがやってるミュージックビデオを見て習いました。習ったというかコピーした。アランちゃん可愛かった、嬉しい。おはよう。私が一番可愛いわ、ベーだ。アランちゃん、マロンちゃん寝起きが一番やりやすいな、モノマネ。ありがとう、ザキーさん、ありがとう、マサヒロさん、ありがとう。うん、ハンドルさばきようござんした。かまちんさん、ありがとう。うとうとしながら聞いてたけどビビった。ほんと？パネル来週には届くかな。おどうでしょうか。はいよ、今めっちゃなんかメープルビスケットみたいなやつが食べたい。ビスケットが食べたい今めっちゃ。はいよ、きこりさん、ありがとう。ビスケットの気分今めっちゃ。こんなにビスケットの気持ちになるって思うぐらいビスケット。チケットが食べたいなんて青春。なんで？ビスケット食べたい。ビスケット食べたい。セブンの冷凍ビスケット、え？何それ、ビスケット冷凍してるんですか？4年に1回ぐらいビスケ気分、ビスケ気分って言うんや。ちょっと初めてすぎてわからんかった。解凍して食べるやつ。ビスケット、じゃあ、おし、はちーん、おーめぐ、食べてみたい。セブン、イレブン、いい気分さんのマッサージ、マッサージじゃない、ビスケット。だって似てるから、
その目が重たくて、ビスケット叩いたらビスケット増えるってあるじゃないですか。あれただ割れてるじゃないですか。あれはただ割れてるだけなんですよ。本当にあなたの発見した通り、寝るヨークとビスケットヨークはどっちが強い？うん、今は寝る。楽しみ、ありがとう。大阪の日向とよさん、デブニオさん、ゆういちろうさん、ありがとう。シロップが美味しい。あ、そうなんや。ちょっと限界ラバーズなの。団長読ませていただきたいと思います。ごめんなさい。デブニョンさん、お母さん、マサヒロさん、ありがとう。飽きらめないって思ってたけど、ちょっともう限界来ました。13位コウタンさん、12位シケンマシンさん、11位ナッチャンさん、10位ダダダダムドさん、9位ブルーさん、8位ヒョウさん、7位ソリオさん、6位ツボユウスケさん、5位ゾニゾニさん、4位セリアさん、3位アモズさん、2位マメマメセンニーさん、そして1位はドゥルルルルンチャンキョンシーさんでした。キョンシーさん、雰囲気ドラえもんみたいだったのに似てなかった。そして今日のラッキーナンバー22はトゥルルルルルルンジャン、エリックさん。エリック、おエリック、 Thank you。 また次期サイン会でお会いしましょう。ありがとうございます。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。火曜日頑張ってください。それでは今日も一日ファイトラブ、せーの、エディエディオー、ありがとうございます。オンラインチェキ会ぜひ見てください。だねー。